風景写真専門のカメラマンである私がひょんなことで出会った奇妙な事件。私に命じられた仕事内容はいつもと変わらないルポ写真の撮影のはずだったのだけど、編集長の言った通り、紹介されたライターさんは確かに一癖も二癖もある人物だった。その名は浅見光彦。浅見さんのもう一つの顔、それは難事件を解決し小説やドラマにもなっている探偵だった。今回の依頼は、父親の死に不審な点があるという中学生の少女、千川真冬さんからのものだった。私たちは真冬さんの切実な思いに応えるべく調査を開始した。手がかりは、真冬さんの父親が残した謎の暗号。そして、捜査の過程で浮かび上がった思い出というキーワードを。そんな中、亡くなった中森さんと偶然出会った高尾翔子さんとの意外な関係を知った私たちは、そこに事件を解く鍵が潜んでいると睨み、二人の思い出の地であるという軽井沢へ向かうことになった。はい、銀なんです。坊ちゃまとのお約束ですね。今日は伺っております。お入りになってお待ちください。おはようございます、浅見さん。今日は軽井沢ですね。ええ、すぐに出発したのですが、忘れ物を思い出しまして。すみませんが、少しお待ちいただけますか。浅見さんは古新聞の束を4つも抱えて戻ってきた。坊ちゃまどうなさったんですか。浅見さんは古新聞を次々に広げて、記事の中から何かを探しているようだ。はあ、こんなに散らかして。ちゃんと片付けるよ。結構です、私が片付けますから。え、そう、ありがとう、すみちゃん。これでもない。あの日は確か。それより坊ちゃま、今日のご夕食はどうなさいますか。遅くなりそうだからいらないかな。わかりました。ところで今日はどちらへ。軽井沢なんだ。言っちゃって大丈夫。軽井沢、またあの先生のところですか。まあ、すみちゃん、母さんには内緒で頼むよ。わかりました。お手伝いさんというよりお母さんのようでもあり、口うるさい妹さんのようにも見えるな。あったあった。浅見さんはある日の新聞を見つけると、その一部をハサミで切り抜き出した。これが何か事件の捜査と関係があるんですか。ええ、多分役に立つと思います。何の記事なんですか。それは現地に着いてからのお楽しみということにしておきましょう。浅見さんはそう言ってにやりと笑った。ここで言ってくれてもいいのに、気になるな。あら、事件って何のことかしら。浅見さんのお母さんがやってきた。
ら確かカメラマンの名前を呼んでくれ。銀杏さんでしたわね。今事件がどうとかおっしゃいませんでした？え、いえ、まさか光彦。取材と称してまた探偵ごっこでもしているんじゃないでしょうね。探偵ごっこ、どうやら浅見さんの探偵業についてご家族は心よく思っていないようだ。ここで選択肢、次元、まあルパン好きだから次元でもいいけど、次元、事件、意見、次元にしてみようか。次元、違います、お母さん、事件じゃなくて次元と言ったんですね、銀杏さん。そうです、浅見さんに3次元と4次元の違いをレクチャーしていただいたところでして。次元？事件じゃなくて？そうですよ、聞き間違えたんですよ。お、そうなの。でも光彦、あなたそんな難しそうなことわかるの？N 次元と無限次元の空間につきましては、ユークリッドとアポロニオスが、全然後半聞いたことないけど。あ、そうなの、よくわからないけど、あ、もういいわ。とりあえずごまかせたらしい。今の適当に言いましたよね。適当なのか。私はこっそり浅見さんに耳打ちした。わかりましたか。私たちは顔を見合わせて小さく笑った。お手伝いさんが戻ってきた。お茶の用意をいたしましょうか。え、お願いね。お手伝いさんは手早く新聞を片付けるとお茶の準備を始めた。動きに無駄がない、プロのお手伝いさんだな。あっという間にテーブルの上にはお茶の用意が整った。まあまあ、平塚邸のお団子はいつ見ても美味しそうね。琴美さんにいただいたのも平塚邸のお団子だったな。そういえばその時、浅見さんがみんな大好物だって言ってたっけ。名探偵一家御用達のお団子、これを食べると推理力がアップするのかな。どうかしましたか。いえ、何でもないです。今度平塚邸に行ってみようかな。それでは出発しましょうか。ここからだと新幹線には、いえ、車で行きましょう。場所も場所ですから、現地でいろいろ動き回るのに便利ですので。車ってレンタカーですか？いえ、僕の車ですよ。浅見さんが車を取りに行っている間、私は家の前で待つことになった。おや、誰かがこちらに近づいてくるぞ。あれは確か、昨日はどうも。お兄さんか。浅見さんのお兄さん、浅見刑事局長だ。カメラマンの銀杏と申します。カメラマンということは光彦の？あ、はい、雑誌の取材をご一緒させていただいています。それはそれは、いつも光彦がお世話になります。申し遅れました、兄の陽一郎です。緊張するな。
あさみさん、早く戻ってこないかな。光彦をお待ちですか。はい、あさみさんは今、車を。車？それと、これからどこかへお出かけですか。はい、軽井沢まで。その、取材でして。軽井沢ですか。白いワイシャツに体にフィットした高そうなスーツ、ネクタイはちゃんと結ばれている。それにしても兄弟揃ってかっこいいな。それでは私はこれで。あ、はい。光彦をよろしくお願いします。お兄さんは軽く頭を下げるとそのまま家の中に消えていった。しばらくすると、あさみさんが白いソアラに乗って現れた。ソアラ。ソアラって原稿ないよね。うん、懐かしいね。さあ、乗ってください。まるで新車のように手入れが行き届いている。素敵な車ですね。僕の収入には分部相応なんですけど、どうしてもこの車が欲しかったんですよね。そう言って浅見さんは愛おしそうにハンドルを撫でた。浅見さんにとっては恋人のような感じなのかな。じゃあそろそろ行きましょう。助手席に座りシートベルトを締めると、車はゆっくりと軽井沢に向けて発進した。高速に乗り、関越道から上信越道に乗り換えて軽井沢へ。東京から軽井沢へは混んでいなければ2時間ほどで到着できる。事件の調査なんだけれど、浅見さんはハンドルも軽やかに、まるでドライブでも楽しんでるかのようだ。後で内田先生のところにも寄っていきましょうか。何か事件のヒントになるようなことが聞けますかね。それは多分無理でしょうが、軽井沢まで行って顔を出さないと後でうるさいですからね。うねるような山道を抜けると、ポツンポツンと農家や洋風のペンションが見えてきた。いよいよ軽井沢ですね。軽井沢は初めてですか。いえ、一度だけ来たことがありますが、こういった別荘地には来たことがありません。そうですか。この近くに内田先生おすすめの蕎麦屋がありますので、後で行ってみましょうか。はい。開けた通りを進むと、辺りがにわかに賑やかになってきた。観光の要になる軽井沢駅周辺はお店も多く、平日にもかかわらずたくさんの観光客が訪れていた。浅見さんは駅の近くの駐車場に車を止めた。すごい勢いで止めたけど。軽井沢は本当におしゃれなリゾート地ですよね。いえ、もともとはリゾート地というわけではなかったらしいですよ。違うんですか。もともとはといっても江戸時代の話ですが、その頃は宿場町として栄えていたようです。それでペンションやホテルが多く建てられたんですかね。そうかもしれませんね。今のような雰囲気の軽井沢になったのは明治になってからです。たまたまここを訪れた宣教師が、
故郷のスコットランドと風景が似ているということで、避暑地としてここに別荘を設けたんです。江戸時代の宿場とスコットランドですか。なんだか全然関係ない気がしますね。つながらないな。はは。私たちは中森さんと翔子さんの二人の足取りを追うべく、早速調査を開始した。まずは近くの土産物屋かで聞いてみることにした。ところで、どうやって聞き込みをするんですか？ここ東京の喫茶店と同じだけど、風景が。こちらには写真も何もありませんが、そのために家から持ってきたんですよ。あさみさんが1枚の切り抜きをポケットから出した。ん？中森さんが殺された事件の新聞記事です。きっと顔写真が載っているだろうと思って探してたんです。そうか、あさみさんが家で古新聞から探していたものはこれだったのか。何もないと聞き込みができませんからね。さすが名探偵ですね。この男性に見覚えはありませんか？美人の女性を連れていたと思うのですが、この方ですか？少しお待ちください。写真を見せたので、私たちを警察か何かだと思ったのか、店員さんは慌てて店の奥へと走っていった。いきなり見つかるといいですね。そう簡単にはいかないと思いますが、しばらくして店長らしき人物が姿を見せた。お待たせしました。すみませんが、心当たりはないですね。なんせ一元のお客様が多いもんで、すべてのお客様のお顔を把握することは。そうですよね。はい、申し訳ございません。丁寧に頭を下げる店長さんに挨拶をして、私たちは店を出た。やはりいきなりはダメでしたか。では早速次の店に。待ってください、もう少し絞って当たってみましょう。絞るってどこを探すんですか？比較的お客の顔を覚えていそうなところへ行ってみましょう。例えばホテルですとかレストランですとか。ああ、なるほど。お客さんと顔を合わせる時間が長そうなところですね。はい、それでもたくさんありますが、とにかく手当たり次第に当たってみましょう。それから私たちはソワラに乗って近隣の施設を当たってみた。ソワラってあんまり燃費良くないけど、その辺が心配だよ私は。ホテル、ペンション、レストラン、テニスコート、近隣の教会や足を伸ばして塩沢湖まで行ってみたが、それらしい目撃証言は何も得られなかった。見つかりませんね。諦めずに頑張りましょう。そうだ、この近くに公園がありますから、そこへも行ってみましょう。はい。探偵家業は地道な捜査の繰り返しなんだな。公園で散歩中の老人を見かけると、あさみさんは早足で駆け寄った。すみません。はい、
こちらの写真の方に見覚えはないでしょうか。浅見さんが写真を見せると、老人はうーんと首をひねった。今までと同じリアクションだな。さあ、わかりませんね。そうですか。老人は同じ散歩仲間らしい数人にも聞いて回ってくれたのだが、目撃情報は得られなかった。今度は私が聞いてみよう。誰がいいかな。選択肢、学生か子供か親子か。子供に聞いてもな、学生に聞いてみよう。スケッチしてる大学生らしきグループがいる。すみません。はい。お忙しいところすみません。実は人を探していまして、この人なんですが。この人ですか。見たような。美人の女性と二人で来ていたと思うんですが。二人でですか。二人一緒の写真があれば思い出せるかも。それはそうですね。せっかくさ、高尾のお家に行ったんだからさ、翔子さんの写真借りてくればよかったのにね。やっぱりわからないな。そうですか。ありがとうございました。少し疲れましたね。ベンチで一息ついてからもう一度ここで聞き込みを続けましょう。なかなか大変ですね。いつもこんな感じです。今回は銀杏さんがいるので助かっています。そうですか。いつもは一人ですから怪しまれることも多いんですよ。なるほど。一人での聞き込み捜査は大変そうだな。捜査再開。目の前を犬を散歩させているご婦人が通った。ちょうどいいですね。聞いてみましょう。おそらく二人一緒だったと思うのですが。今度浅見さんが聞き込み役だ。確かにこの公園にカップルはよく来ていますけど。あまり他の人の顔をじろじろ見るというわけにもいきませんしね。すみません。やはり無理か。探偵の仕事というのも楽なものじゃないな。どんなに技術が発達しようと、結局は地道な捜査が必要なのだから。それから何人かに声をかけてみたけど、答えは一緒だった。ダメですね。もう少し頑張りましょう。よし、今度はあそこでキャッチボールをしている二人に聞いてみよう。すみません。はい、何でしょう。実はこの人を探しているんですが。人探しですか。するとあなたたち警察の方。いえ、そうじゃないんですが。じゃあ探偵さん。はあ、そのようなもので。すげえ、本物の探偵なんて初めて見たよ。ほれ、探偵って本当にいるんですね。私は助手なんだけど、まあいいか。この人に見覚えはありませんか。美人の女性と一緒だったと思うのですが。見たことないな。女性の写真があれば
覚えてるかもしれないけど、だから高尾のお母ちゃんから借りればよかったのにって。はあ。ねえねえ、探偵って拳銃持ってるんですか？何を言っている？え？そんな物騒なものは持ってませんよ。じゃあ探偵手帳持ってます？え、探偵って手帳がいるんですか？すっかりこっちが引き込まれる側に回ってしまった。秘密の七つ道具を持っていたり、変装とか得意なんでしょう？いえ、そんな、失礼します。あー、びっくりした。二人から逃げ出すと、後ろの方で浅見さんがおかしそうにこっちを見ていた。果たしてこんなことで二人の足跡を見つけることができるのだろうか。もはや手詰まりかな。そもそも軽井沢に住んでる人間じゃなく、たまに来ていた人間を探すのなんて無理なんじゃないだろうか。遥か遠くに目をやると円錐形の形をした山が見える。あれは確か浅間山だな。浅間山って活火山でしたよね。はい、確か最近も噴火が確認されていたようですね。風景カメラマンとしての職業柄、思わずレンズを向けてしまった。今度はゆっくりと撮影をしに来てみたいな。そうか、二人で来たのなら記念写真の一枚でも撮っているかもしれませんね。ええ、そうですね。写真だったら私が撮ろうか？ん？振り返ると年配の男性がニコニコしながら立っていた。久しぶりに出てきたね、人物が。あの、どちら様で？私はこの先にある土産物屋の主人ですがね、カメラが趣味で店が暇になるとここに来て、記念撮影をしている人の手伝いをしたりしているんだけどね。お客さん、大きなカメラを持っているからいい写真が撮れそうだね。カメラの代償で写真の良し悪しが決まるわけではありませんが。いやいや、大は小を兼ねるって言うからね。はっはっは。そう言って土産物屋のおじさんは大きな声で笑った。まあそういうことにしておこう。そうだ、思い出したように浅見さんが中森さんの写真を見せた。すみません、この人に見覚えはありませんか？土産物屋のおじさんはしばらくその写真をじっと見て何か思い出そうとしていた。この人、確か、音楽は変わったよ。ああ、思い出した。あの時の人だ。会ったことがあるのですか？多分この人だ。綺麗な女性と二人の写真を撮ってあげたよ。私と浅見さんは、お互い顔を見合わせうなずいた。確かあの時、女性の靴のかかとが壊れてしまって難儀していたから、応急処置として接着剤でくっつけてあげたから覚えてるんだ。そうでしたか。他にその方とは何か？そうだな、写真を撮って少し話したぐらいかな。その時どんな話を？そうだな、ここは綺麗ですねとか、
他愛のないことだったと思うけどね。そうですか。お二人は東京から来たと言ってましたか？東京かどうかは言ってなかったな。あ、そうそう、確か今日は軽井沢の、なんだ、メイから来たと言っていたな。メイって読むのかこれ。軽井沢のメイ？軽井沢のメイって何です？わしは行ったことはないけど、喫茶店らしいよ。わしって言うんだね、この人自分のこと。この人たちはそこには何度も行っているような口ぶりだったけど、その喫茶店の住所など分かれば教えていただけますでしょうか？ああ、一応知ってるよ。地元だからね。はい、これ。ありがとうございます。もういいのかい？はい、助かりました。お礼もそこそこに。私たちは車に飛び乗った。木々の緑の中をまるで真実へと突き進むべくスピードを上げ車が走る。軽井沢の名医か。